第22シーズンから準レギュラーになり、出番のないエドワードとヘンリー。もう、画面で見られないのか、心配になります。でも、ちょっと登場して活躍してくれるんです。例えば、第22シーズン第9話目の、アンエンジン・オブ・メニー・カラーズでは、ヘンリーもエドワードも登場しています。おそらく、オープニングテーマなどの設定上、ニアとレベッカにメインキャラクターが変わっていますが、お話の中では、それなりに登場するのだと思われます。そうでなくても、エドワードやヘンリーが出てきてくれるのは、素直に嬉しいですね。